はい、どうも皆さんこんにちはす、ムンスケです。信長の野望新生 PK 逆襲のプリンス、家康が残した火種、宇喜多秀家編、続きをやっていきたいと思います。はい、前回はですね、徳川家の十数万に及ぶね、軍の侵攻を受けました。それによってですね、威風の強を発生させることが最終的にできまして、飯山城、海津城、坂戸城、沼田城がね、ラッキーなことに、うちの城になりました。はい。あ、でね、今回は関ヶ原の敗戦後、秀家が八丈島ではなく佐渡島に配留されていたらというね、イフストーリーをやっております。はい、よし。で、今回は戦力を補強したいですね。上杉の武将と最上の武将を回収しに行きたい。できればそれをやって戦力整えたいですね。家康の残した火種は確実に大きくなってきていると、そういった感じです。では軍備を整えて、上杉のね、米沢城と最上の山形城、攻めに向かっていこうと思います。米沢がね、防衛拠点じゃなくなりましたね。これなんでなんやろ。ちょっとわかんないですけど、山形は甲状腺ができるんで、ちょっと山形行きたいですね。そのためには米沢の上杉の領地をね、通らないといけないんですけども、まあ出てきてくれるかな。そしたら山形に乗っかりに行こうかな。2方面から乗れますね。小荷がね、まだ一心不足。次のね、献金で行けるはず。で、大宮称号をもらいましょう。よし。金まだそんなないか。よし、じゃあ軍備整えるとね、徳川からね、ちょっと邪魔入りそうな気もするんですよね。兵糧燃やされたりとかね。なので軍備整えずにもう行きましょうか。目標は山形に向かっていきたいと思います。はい、舞台出しましたね。今んとこ米沢から出てきそうな雰囲気はないけどな。出てこないとこあんのかな。どうでしょうね。全く出てくる気配はないまま山形に乗り込むことになりそうですね。残り8日で甲状腺可能になると、割とね、上杉からちょっと舞台出てきてもらって一戦やりたいかなっていうふうに思ってたんですが、なんかあんまり思い通りにならへんな。さあ、山形城に取り付いていく。これあっさり8部隊乗っかれそうですね。さあ、これで到着ですね。あ、今更上杉出てきましたね。軍を取り返しに来たんか。なるほど。では9部隊で攻めていきましょう。
最上家のこの時代は強い武将いるんですかね。ちょっと見てないからわからないですが、いるなら欲しいぞ。申し上げます。福安があると、あ、降伏する可能性がある。なるほど。組織650以上で酒のべさんを撃破。 OK。 酒のべさんがここかで、650以上にするわけね。あ、聖楼が2個もあるな。壊しといた方がいいかもしれないか。我が部の見せ所か。壊しといた方がいいかな。よし、行きましょう。これで本戦はなんか壊し行きづらい。敵を撃退するぞ。こうで、ドブキちゃん、よし、で、行こう。はい、行きます。ですね、聖楼のうちこっちはもうね、捨てます。ちょっと攻撃しにくい位置なんで。この戦場に示さん。で、この聖楼と救護所、それから尋常を破壊しましょう。あとこれか、陣太鼓。それでさすがに総指揮650以上はキープできると思うんですね。我が武力を持って安全の敵を打ち払わん。さあ挟んでいく。今試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。聖楼が結構痛いぞ。我が戦闘。ただ撤退するまではないか。この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。酒鍋さんが下がっちゃったな。やったぞ。はい、聖楼1個破壊しました。酒鍋に混乱を起こしたい。安全の敵を打ち払わん。ご命令を下され。いかにすべきか。じゃあここの部隊の部隊を酒の部に向かわせよう。はい、剣城やったっけ、何やったっけ、尋常か、はい、お、壊しました。敵を退けます。ちょっと酒のべさんに攻撃しに行ってください。鉄砲隊を前に出せ。よし、混乱入れた。喜ばしいですな。あ、いいですね。もう大丈夫かな。さあ、あとは酒のべ隊を撃破するのみ。縄についていただこう。さあ、武将を捕らえましたね。勝敗を決めてやりましょう。どうかご命令を。動かしてるずに一旦こっちに動かしてみようか。命令を下せ。ご命令を下され。百節不当を決めていきたいですね。敵を攻撃する。どうかご命令。一番さん下がってもらって。はい、ナイス。はい、超速壁森近百節不当。お、残り少しいける。あー、行きました。竹野部さん捕獲と。ということで、最上義明が降参を申し込んできましたね。はい、最上義明捕獲、山形城を落としました。よし、これは連戦いけそうですね。
城攻め成し遂げたり。山形城そのまま最上に任せるかどうか迷うとこやな。敵が兵糧もらえた、召し捕らえたり。貴殿にわしを扱えますか。はい、それではね、続き見ていきましょう。米沢城を殴り落としましょうか。まずは影勝倒しましょう。城を攻める。さあ合戦。我が武を示す時が来た。一部隊なんでね、もう余裕ですね。もうやる気がかなりそがれてる上杉景勝、全然動かないですね。おい、義の将はどこに行ったんや。明石じゃなくて万所くんで通った。はい、皆の者進むぞ。やりましたぞ。いかがしましょう。素晴らしい。我が部の見せ所か。下がらして抜き口をマンション君が狙う。下がりますか。死に行きましょう。どっ、ごめん。カトンラ町の田中さんとジョアンさんが大臣一番やりは隠れまでか。敵を攻め立て、力を、我らの力を今こそ見せる時ぞ。お指図。よし、じゃあジョアンさんを出していきましょう。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。攻撃入れます。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。入れます。いざ行かん。敵を攻め立てん。行くぞ皆の者。さあ次は九州を入れます。我らの力を今こそ見せる時ぞ。ご命令を下され。ご命令を下され。しましょうか。進むぞ。我が部の見せ所か。ここでこの軍略で さらに混乱を入れていく。これはもうとどめですね。はい、上杉景勝撤退。混乱が2人いることでかなり有利な戦いになりましたと。うん、素晴らしい。さあ米沢をいただきましょう。城攻めを始めよう。総国奪還を達成と。やったぞ。うん、このままもう反撃なさそうやな。なんか取れる政策あるかな。あー、これ欲しいね。城攻め。はい、米沢城落ちました。ちょっと元気ない上杉でしたね。前田刑事いるわ。貴殿を主と仰ぎましょう。おっと、決断運賞が断っていく。甘いです。直江兼継と上杉景勝が入りましたね。何をすれば。
よし、じゃあ今回まだ時間ありそうやから、もう一戦どっかでやろうかな。戦場へいざ行かん。おっと、28万の兵力。なるほど、きついな。これはちょっと一旦セーブですかね。はい、海津城にね近づいてきました。敵は工場準備に取り掛かっております。どうしようかな。これ一応合戦で叩くこともできるけど、せっかくやから工場戦やろうか。敵に痛手を与えます。合戦したらどんな感じ。あ、制圧しなあかんか。ってことは後ろの部隊が全部入っちゃうな。あ、集まってきました。ね、部隊はね海津城の近くに集まってきております。合戦仕掛けてもいいんやけど、一回この防衛戦やってですね、で次来る部隊を、この全力のね部隊引っ張り出して倒していく、で信濃ゲットっていう筋書きでいきましょうか。まずは海津城での防衛戦ですね。一応ね砲台とか設置してるんで、かなり防衛力は高いはずなんですけど、一体どうなるでしょうね。さあ制作で、城郭取りました。これでさらに防御力は高くなったんよね。なかなか不安ですね。実はね一度破れております。はい、で日をまたいでおります。やっていきましょう。海津城での防衛戦、そろそろ攻めてきてもおかしくないけど、あ、来ましたね来ましたね。12部隊、今日が発生する。一回やってみましょうか。おそらくねめっちゃ強いんですが、前田刑事に守らせておりますので守ってくれるんちゃうかなとは思っております。お察しです。目を止まります。いざ進む。刑事はちょっとこっち行くのかな。先へと向かおうぞ。刑事さん吸収。目を止まります。やっぱ。さあ前線でここでね二重の正楼で攻撃していきます。防御していきます。でこっちもね一応二重にしようかな思ったんだけど届いてないな。石落とし櫓、まあいいか。でここに砲台がありますという感じです。我に続け、動くべき時は今ぞ。砲台はねおそらく一発しかね撃てないんですよね。まあしゃあないねんけどな。結構溶けるやんけ。きついきつい、結構溶ける。でかい部隊来てるわ。
こっちもでかい舞台おるな。ただ一瞬としやぐらは間に合いそう。うわぁ、聖狼が一個壊された。お指図を頂戴したく。ちょっと下がろう。いざ行かん。我が先方の切れ味、その身で確かめよ。どういくさ。我が先方の手を下がる。レベル2に上がってもらいたいな、早く。進軍を始め、動くべき時は今だ。苦しき戦となったわ。で、ここのね、城門は城門とここの聖狼が二重に入る。待って待って、石落とし、もう少しでたまんねんけど。まだか。を賜り、何この一部隊離れてんの。狙い時ですぞ。逃がせません。矢倉、どうせならあの一部隊も入れたい。これで勢いを得ます。よし、ダメージ入れていく。試される時と。あれほどの者は続け。こっちの、あ、一部隊入る。いいを生かすとしましょう。オッケーオッケーオッケー。ここ2発食らいましたね。で、砲台が今半分ぐらい、もうちょっとやな。で、聖狼がレベル2になりましたね。お指図、敵を退けます。こちらがまだ先方の切れ味、その身で確かめよ。お指図願いますか。進軍を始める。よし、ナルセ倒しました。これで敵はあとここに集まってんのか。集まってるやつらレベル2の聖狼がガンガン入ってるはずで、なんならね、この本丸殴りに入ってきてほしいんですよね。そしたら砲台の範囲に入ると。こいつらももっと減らしたいね。もう一発ぐらい石落とし矢倉決めれないかな。その戦法にて勝敗を決めてやりましょう。きつそう。よしよしよし、舞台倒していきましょう。先方の前には物の数ではないわ。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。縄文が壊れかけている。壊れてしまった。お指し願います。下がろう。どうかご命令を。本丸まで下がります。聖狼のダメージが入ってんぞ。軍略というものを見せてくれ。もうちょっと、もうちょっとなのよ。え、進軍を始める。聖狼がかなりかなりいい仕事してる。
こいつ真田信之が入ってない、届かない、入れ入れ入れ、信之何してんのあいつ。あいつ結構うざいな。ちょっと石落とし櫓を決めよう。でこっち側があと名古屋三三郎の一部隊だけ。おお、レベル3まで来ましたね。聖狼レベル3はもう安心できる。よし、あとは敵部隊を壊滅させて、さあ待ちに待った砲台撃ちましょう。こっちはもう大丈夫。よし、勢いを得ます。砲台じゃ完全とかね、食らわした部隊ありますね。敵水当たり、オッケー。これで刑事こっちこっち行かせようか。先へと向かおうぞ。小次郎もこっち行こう。お指図を頂戴したく。あ、ちょっと待って、小次郎に指示が出せてない。お指図を、動くべき時は今ぞ。で石落としを狙い時ですぞ。決めてこの要所を生かします。ドン。うん、いい、いいよ。これは勝てそうですよ。我が戦法を見せてやろうぞ。お指図、敵を退けます。優秀かなんか目を賜り食らわせれば敵多分壊滅させれん。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。よし、そして敵のね、士気がね、もう命令を下され崩壊寸前ですね。我が試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。小次郎どこ行った、小次郎どこ行った。動くべき時は今ぞ。あ、戻ってた。どうか戻ってた。なんで敵を退けます。さ、残り30、耐えれそう。はい、敵が戦意がなくなりましたね。よし、海津城の防衛成功です。レベル3聖狼と砲台が強い。よし、これで威風が今日ですね、どういう形に入るかな。騎部隊ぶっ飛ばしてくれ、ぶっ飛ばしてはくれないか。うん、じゃあね、当初の予定通り後ろに集まってた部隊、あ、待って、敵部隊全部吹っ飛んでる。よし、ということで、うん、防衛成功いたしましたと。うん、なかなかね、防衛戦得意ではないですが、ちょっとずつね、慣れてはきました。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。はい、それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。ありやすー。